QSOS それいけ、コロリンは、1992年4月8日から1993年3月10日まで、NHK の6時だ。イタブ内で放送された全26回の教育、アニメ番組である。放送時間は18時18時25分であった。オープニングテーマ、オープニングトークアニメトークアニメ、エンディングトークエンディング、という構成で、 環境問題について考える番組である。アニメだけでなく、進行役として、女性タレント愛原勇と小学生5人から構成される探検隊が、ゴミ問題、水質汚染、砂漠化などの環境問題を調査、探検して、地球を守るための解決の糸口を探す。環境問題について、難しく考えるのではなく、 生活環境の中で身近なことを題材にしたり、実験も多く取り入れたりと、視聴者自身が興味を持たせるよう分かりやすい内容や工夫をした、児童福祉文化賞受賞。地球を守るために200光年の彼方にあるオアシス星からやってきたコロリンは、ある日お花見会場でお弁当を食べようとしていた高校一家と出会う。コロリンは高校一家に居候をすることとなり、 兄のロジフト氏と妹のオゾンに超能力を使って地球環境の大切さを学ばせていく。しかし時は同じくワシス星人の一人、清潔シンドロームはエゴカウンターを使い地球人のエゴを集め、そのエネルギーで怪獣を作り出し、地球を破壊しようと企んでいる。果たしてコロリンはシンドロームの悪事を止めさせ、地球人自身が地球環境を守れるようにできるのだろうか 前述の通り、コロリンは超能力を使うことができるが、その前にトイレに入って決まって変身しなくてはいけない。なぜトイレに行かなければならないかは不明だが、人間の自分勝手な行動で生み出された怪獣が、出現する場所が公園など屋外であるケースが多く、死角になる場所が公衆トイレしかないからであると思われる。ただし超能力を使えるには時間制限がある。 他者に見られた状態では変身できない。ただし例外としてトイレ以外の場所で変身したケースもあり、変身シーンを人に見られない場所であれば変身場所は限定されないようである。学研、秘密シリーズの一冊でコロリンが出ている。高校一家、シンドロームは登場していない。なお、コロリンは表紙でのみアニメと同じ。漫画は山口太一が描いている。 ありがとうございます。